どうもレイです。1月の13日水曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日最初にお伝えする話題ですけれども、復興願い、台風被災地でどんど焼き、2年ぶりの開催、住民復興への第一歩という記事をご紹介いたします。2019年の台風災害で被災した長野市で11日どんど焼きが行われました。地域の復興を願い、2年ぶりの開催です。去年のどんど焼きは災害の影響で中止、今年も新型コロナウイルスの影響で危ぶまれましたが、住民からの復興を祈って行いたいとの声を受け、2年ぶりに実施しました。住民の方は、みんなで助け合って声かけ合って過ごしたい、第一歩だね、地区の外に住んでいる人も多いので、これからも協力していきたいっていうふうに語っていました。この記事を見ましてね、地域住民同士の絆っていうのは、こういった伝統行事が支えている面もあるっていうふうに感じました。特に19年の台風災害を経験した地域は、今回のどんど焼きの開催に復興の希望の光が少しでも見えたのではないかと思います。それでは1月の13日、今日は何の日をお送りいたします。ピース記念日、高級タバコピースの記念日。1946年のこの日、ピースが売り出されたことを記念して愛煙家が制定しました。値段は10本入りで7円で、日曜祝日に1人1箱で限定して販売されましたが、東京有楽町駅売店では販売と同時に1時間で1000箱が売り切れたといいます。ピースは配給制だったタバコに対する自由販売タバコ第1号の商品でした。最高級バージニア派を使用した高い香りが大きな特徴です。またピースのパッケージの色からピースコンの色調が生まれました。まあ今はね、タバコというのをね、かなりね、毛嫌いされておりますけれども、私のような愛煙家にとってはね、このピースというタバコ、大変香りがいいなっていう覚えがあります。そしてね、ちょっとしたインテリアとして、このピースの缶っていうのが売ってたんですよね。私たちはね、ピーカンピーカンなんて呼んでたんですけれども、それをインテリアとしてね、飾ってたりもしました。それでは次です。遺言の意味を考える日、一般社団法人笑顔相続相談室が制定。相続法の改正で遺言書の方式緩和が2019年1月13日から施行されています。これにより遺言の手続きが一般の人にさらに身近になることから、遺言の大切さ、その意味を考えるきっかけの日とすることが目的。この実質証書遺言の方式緩和についてっていうね、記述がありますので、ちょっとご紹介いたします。実質証書遺言は添付する財産目録も含め、全文を辞書で作成する必要がありました。つまり全て自分で書かなければならなかったんです。その負担を軽減するために、財産目録については辞書を必要としなくなります。これにより財産目録をパソコンなどで作成したり、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証書などを財産目録として添付するなど、遺言書が作成しやすくなりました。なお、この場合において財産目録の括弧に署名捺印をしなければならないため、偽造も防止できます。まあ普段ね、この遺言というものについて考える機会はね、非常に少ないのではないかと思います。ただ遺言というものはね、ただ財産をどのように配分するかというね、そのようなもの以外にももう一つ重要な意味があります。これは自分が死んだ後、子供たちが財産で争うことなく仲良く暮らしてほしい、その願いもね、本来は込められているんです。そのためにね、親の最後の権限として作成されるのがこの遺言なんです。よくね、財産相続で骨肉の争いがなんていう話も聞きます。それを避けるためにも、この遺言っていうものがね、どれだけ重要なものなのか、そしてその遺言に込められた個人の願いというものも、ここに書き加えておく必要があるのではないかっていうふうに思います。それでは今回は以上にしたいと思います。どうもありがとうございました。